新年明けましておめでとうございます。まあ、ということで、まあ、今回はタイルのおのおの4人の目標とタイルとしてグループとしての目標をねちょっとお話しさせていただけたらなと思います。新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあこれからいつも通り、はい、はい、やってみましょうか。はい、よし。アニメーションをいっぱい作りたいタンクです。去年よりももっといい年にしたいエンタです。今年こそはライブに行きたいレンジです。今年も聖地にたくさん行きたいヨウジです。はい、ということで、今回の動画は、まあ、まず2022年一発目の動画ということですね。はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。新年です。はい、まあ、ということで、まあ、今回はタイルのその各々4人の目標とタイルとしてグループとしての目標をねちょっとお話しさせていただけたらなと思います。それでは楽しんでいきましょう。じゃあ、はい、じゃあまずリーダーのタンクから、はい、今年の目標を発表していきたいと思います。はい、タンクの今年の目標は新しい推しを決めるということです。おお、なるほど。あ、それいいね。いやー、それはね、なかなかそのね、最近の乃木坂のこの卒業ラッシュに来て、はい、かなりこの壁にぶち当たってる人って割といるから、ね、そうなんですよ。そう、ちなみに今は誰推しなんでしたっけ？今は新内麻衣さんです。そうですね、はい、だからとりあえず今の時点でまだ麻衣ちゃんがそのいつに卒業するみたいな具体的に分かってないから、うん、そのね、まあ、多分1月中とか分かんない、誕生日が1月22で30歳になって、でその後どうなるかって話だよね。そう、え、ちなみにさ、まあ、今年その新しい、まあ、麻衣ちゃん卒業しちゃうからってことで新しいさ推し名を決めるってことですけれども、今年の目標が、はい、あの候補とかいるんですか今現段階の。ああ、確かにあんま聞かないもんね、麻衣ちゃん一筋っていうイメージだから俺らも。候補は、まあ、数人いるんだ。数人上がってますね。なるほど。じゃあ、まあ、そんな感じで誰になるのかはちょっとお楽しみにしておきましょうか。そうね、まあ、だから決まったらねちょっとあーいいね、動画の中で、まあ、なんかの動画の中でちょっと話そうかなと。1本使おうよ。1本使うタンク推し決めたーいっていう動画でそういう動画作ってみれるんですか。いつ上がるかわかんないけどいいじゃないか。そう、じゃあ決まったらねあげたいと思います。それかショートかなんかにね。あ、まあ、そうね、ショートね。はい、以上です。私レンジ2022年の目標は固定ファンを作ることを目標にしたいと思います。なるほど、それは大事だ。そう、いやー、そうね、結構ね、まあそう、タイルね、ありがたいことにこういつもね動画にコメントしてくださる方がね最近増えてきまして、やっぱそういうファンをねもっと増やしていきたいなっていうのは今年の目標として置いていきたいなと思いますね。確かに、ね、一番嬉しいよな。嬉しいよな、コメント本当にしてくれるのが一番ね、あげてよかったなって思うよね。それもね、うん、自己顕示欲ね。そう、まあ、そういうことか。そういうことだ。お前そう思ってたのか。いや、まあ、YouTube 上げてるからさ、せっかくなら、まあそうね、いろんな人に見てもらいたいっていうなんか、ね、まあそれはあるよね。そう、そうね、高評価とかもねすごく嬉しいんですけど、めちゃめちゃ嬉しいです、ね、こうコメントとかしていただいて、そういったねタイルと視聴者さんでコメントのこうやり取りしたりとか、そう、視聴者さん同士で、ね、踏み込んだ、そうコメントし合ってるのとかも見るのもね結構楽しいんでね、うん、一歩を踏み込んでね、もう全然もう僕たちはウェルカムなんで、もうよければねなんか言ってくれればもうすぐ反応するんで。そう、ね、普通にオタクの友達みたいな感じで、ね、そう、もうマジで思ってくれると本当に嬉しいですね。あんまり距離は感じないで、もうすごく近い感じで来てもらえるとめちゃめちゃ嬉しいですね。そんな感じですかね。ってことでレンジの今年の目標は固定ファンを増やしたいっていうことでした。以上です。はい、まあね、幼児の今年の目標もねちょっとレンジに近いんですけども、はい、もっとねこの動画を見てくださってる皆さんとのこう絡みを増やしたいなって。ああ、なるほど。いやいや大事っすね、はい、まあね、まあ今年もまあね視聴者さんからクイズいただいて、
それをクイズ解いた動画を上げたりとか、まあ、あとそのなんかたまたまイベント会場で会ってお話ししたりとか、うん、まあ、あとね、まあ、過去にプレゼント企画とかも今年やりました、ね、去年やったじゃないですか、はい、でまあ、プレゼント企画とかもね、あれ結構まあなんていうんですか、あれでその今まで面白かった動画なんですかとかっていう、まあ、なんかアンケート答えてもらってみたいな感じでね、うん、視聴者さんの方とちょっと絡むね機会を作れたんで、うんうん、そうだね、まあ、せっかくなんでね、今年もまあね、なかなかまあコロナとかでちょっとね、まだまた今年もねイベントとかどうなるか分かんないですけれども、うん、まあ、もしねそのなんていうんですか、対面っていうか普通にこう会場でやるような、うん、あのオンラインじゃないイベントとかがあった時とかに、まあ、なんかね視聴者さんの方とこれからも絡んでいったりとか、なんかね動画にまあ、クイズもらったりとか、うん、逆に仲間ね出てもいいよっていう方いたら、あ、なんか ね、 そうやってね、なんかインタビューとかもちょっとなんかしてみたい、会場でね、うん、なんでなんかもっとねその僕らまあツイッターもとかもやってるんで、そうですね、そういったところでねもっとねなんかこう交流を増やしていけたらいいなと思っています。僕のね目標は、まあ、みんな結構そのチャンネルに関わることを言ってるじゃないですか、うん、バリバリ個人的なことで申し訳ないんだけど、もう、まあね、個人の目標ということで、まあそうだね、僕の目標はカメラに、ね、撮られてるってことを意識しながら撮影に臨むということですね。まあよくわかんないと思うんで、まあ、なんで俺がこれを思ったかっていうと、まあ、僕自身が感じなかったことなんだけど、でも昔からちょっと言われてたんだけど、ちょっと真顔が怖いっていう真顔が機嫌悪そうに見えるっていうのがすごく言われてて、なんか例えば俺がその例えばなんか何かを考えてる時とかで、正直なんか自分はもう考えることが集中して撮られてるってことにあんまり意識が向かないから、多分普段の素の真顔に戻っちゃって、あげく多分見てる人とか多分僕らこの演者側からしてもなんか機嫌悪いのみたいなことをたまに言われることがね、あるので、特に編集とかしてるとさ、同じところ何回も見るじゃん。そうだから、あれ切れてるみたいな思う時たまにあるね。正直もうこのみんななんて俺が怒ってないこと100分かってる状態でそう思ってるってことだから僕のことをね知らない、初めて見てくださった方でもとかだと、あいつ何みたいな感じになるし、正直そういうのって多分動画を撮るにあたって絶対良くないなと思うので、まあ、怒ってないのに怒って見られるって損だよね。そう正直顔じゃなくて表情で損しちゃうことってあると思うんで、いやね、それをねそのなんだろう、余裕がないというかあやばいなと思った時に笑顔じゃないけど、俺撮られてるんだみたいな感じで、なんかふと我に返れてしっかりと撮られてる意識、なんかさすがに1年経ってるんで、まあ、慣れてきてはいるんだけど、まあ、その中でもなんか新しい課題が見つかったということで、なるほど、まあ、そこをねしっかり克服していければねいいなと思います。なんかもしかしたら俺のね不機嫌そうな顔がなんかパパパって腫れてるかもしれないけど、過去のね。そう確かにこれってでもエンタが言ってるけど、まあ、俺らにも共通する課題ではあるね。特に俺がひどいから、うん、ちょっと意識、自分として、うん、あ、意識を持とうというふうに思ったので、まあ、俺もね、俺は表情よりね、なんかたまに自分見ててね、なんか姿勢悪いなって思う時あるから、あ、うん、そう、姿勢をつけたいなって思うね。そういうのもね、うん、俺落ち着きないなって自分でもよく手動いてる。落ち着きはない、落ち着きはない。ああ、確かに。あのカメラ越しの問題作成者とあのなんかわちゃわちゃしてたりする。そうね。結構世話しないところあるね、確かに。そこが面白さ、ね、だから、そう。なんとなく、なんか、おのおのね、なんか、動画の構成とかも大事だけど、まあ、撮り方とかね、喋、うん、ることとか、はい、まあ、そういうことにもうちょっと意識を置こうかなと私は思いました。はい。はい、以上です。じゃあこの動画の最後になりますけど、はい、今年のタイルとしての目標は何ですかね、いかがいたしましょうか。やっぱりあれじゃないですか、去年、まあ、去年も最初に
まあ、こういう目標みたいなのをね立てて、一応確か去年はまあ動画の更新本数とその、うん、チャンネル登録者で本数の方は100本トータルでシャープ100までっていう風に決めてて、 そこは達成できたんですよ、うん、大幅にだいぶ大幅に達成できたんで、そこはね、まあ、目標達成で良かったなって思うんですけども、チャンネル登録者の方がね、そうですね、まあ、一応年内1000人って去年ね目標立てて、まあ大体まあ400人いかないぐらい、400人手前ですね、はい、でそこまではちょっと終わってしまってるので、うん、やっぱり今年こそはそうだね、チャンネル登録者1000人欲しいね、はい、ここは一つの大きい目標だね、そうそうそう、ここは達成したいなと、そう、ね、僕的に思ってますね。やっぱね、ここからが多分ある程度そこまではいけるんだけど、多分ここからがまた大きなハードルになってくると思うから、まあ、僕たちもね、うん、今まで以上になんか新しいことチャレンジしたりとかして、ね、よりいろんな人に見てもらえるね工夫だったりとか、うん、まあ、そういうのをしていかないと、なんとなく今までのことを続けていくっていうことも大事だけど、うん、それ以上に新しいことをしていかないと今より進展がなくなっちゃうと思うんで、プラスアルファでね、そうプラスアルファでなんかチャレンジしていけるような、ね、動画ね作っていければなと思います。これ見てくださってる方でここ直した方がいいよとか、そうこんなことしてほしいっていうのあったらね、うん、そうぜひね、まあ、コメント欄でもあのツイッターの方でもいいんで言っていただければね、まあ、真摯に受け止めて反省点はあの改善できるところはねできるだけしていって、うん、まあ、みんながね見て楽しく思えるようなね、まあ、なんですか、乃木坂の YouTuber としてそうですね、はあ、やっていけたらいいんじゃないかなと思ってます。はい、じゃあこの動画を見て今年もタイルのことを応援したいなと思った人はチャンネル登録とグッドボタン、コメントの方よろしくお願いします。それでは今年も楽しんでいきましょう。